ここからがクラウドファンディングでやってほしい施策の内容になってきます。僕たちがクラウドファンディング目標金額が目標金額が20万円で、実際に獲得した金額は200万円だったんですけど、そこの成功要因として考えられるものを施策として皆さんに共有していこうと思います。クラウドファンディングで最も重要なことは初速が命っていうことです。クラウドファンディングが始まってから頑張るのでは完全に遅い状態になってるんですね。なのでクラウドファンディングが始まって目標達成をすることが目的で動いていくんですけど、それは建前であって、クラウドファンディングの目標が達成できるっていうのはもう織り込み済みっていう計画で動いていきたいんです。頑張ったからたまたまラッキーでクラウドファンディングが達成できましたではなくて、クラウドファンディングが達成されることをもうすでにスケジューリングに入れた状態で動くような動き方が必要になってきます。例えばなんですけど、僕たちの場合は目標金額を20万円に設定していて、その目標金額を達成するのにかかった時間は15分でした。なので15分で目標達成する、とにかく僕たちの中で最初に決めていたのは、クラウドファンディングが始まってできる限り短い時間で目標達成するっていうことを目指していたんですね。なぜかというと、クラウドファンディングで始まった瞬間に目標達成をする、始まって短い時間で目標達成をするっていうことができると